今回琵琶湖野球部の選手たちのグラブ調査よいしょよいしょそして2年生の5人お願いしますお願いしますみんなグラブ乗っけてますけどゆうと、ひかれ、うら、こたろう、りひと、りんごなんで自分の名前忘れようとはい、いいねいいね、色とりどりで色とりで、メーカーもばらけたねこんにちは、はい、こんにちはこのメーカー知ってますかフローリンクおおすごいじゃあじゃあこのグローブはいつぐらい使ってますかどれぐらい入ってからずっととか言っていいんだ1年使ってない1年使ってないどういう感じで使ってる硬いまだうん、ちょっとちょっと硬いかちょっと硬いじゃあ続いてヒカル君はどれくらい使ってるか覚えてる2年おやっ2年使ってるじゃあ1年生にも入ったお早いね1年生あ1年生入った1年生全員1年生みんな1年生入ったポジションはどこショートショートねピッチャーとファーストピッチャーとファーストあ、セカンドたまにピッチャーピッチャーやるおおいいねそのグローブは自分で選びましたかお兄ちゃんが最初に茶色いグローブだった、うん、色がいいなと思ってどうそのグローブは使いやすいとかここがいいなっていうところはあるかなないないよねないかないグローブの好みそんなにない取れればいいうん来ましたうちらにいますよなんていうメーカーがしてますかおー詳しいね詳しいね詳しいね彼はそのグローブは自分で選びましたかいやじいじが全部野球のもの買ったお、おじいちゃんやってるからお、いいねどうそのグローブまだ硬いって言ってたけどしっかり取れる感じがある取れる取れる太郎くん SSK だあ、しかもプロ1だよプロ1だやばいやばいやばい煽りがすごいSSK のプロ1でおー仲いいないつ買いましたかこれ兄が使ってたものだからあ、お兄ちゃんが使ってたお兄ちゃんのだから最初から柔らかかったうん、柔らかすぎる柔らかすぎるがいそう、使いやすい使いやすいあ、いいねそして何ですリヒト君は水野の赤いやつだね誰かからもらったえ、違う、これカズとか使ってたんでしょカズとか使ってたんでしょ違うバットだよ、それバットなのこれどうなんか使ってて柔らかいもやっぱ最初からじゃあ最初は硬かったあ、硬かったんだ使っててなんかここがいいなとかはあるないないかーはい、じゃあ2年生の5人ありがとうございましたありがとうございましたはいじゃあ3年生の5人で来てましたみんなとリュウキあれよみんなとクッパケイタクッパケイタ全員左だ逆だ逆逆だ逆上は右になると水野とローリングスというわけで2人はポジションはどこですかショートサードサー ド, サードどういう感じで使ってますかあこういう感じでこういう感じだねおじいさん2人とも中指ぐらいでこう親指つける感じかなそんな感じそんな感じだねイエーイそんな感じで続いては水野みんなポジションはどこですかレフトレフトサードサードこのグローブは自分で選びましたか3人は選んでないこれお兄ちゃんかどうですか使ってて取れるちゃんと取れるどういう感じで握ってますかあなるほどねそういう感じねなるほどありがとうございましたありがとうございましたはいでは続いて4年生の4人お願いしますお願いしますヤマトですカモキですイツトですトウゴですお願いしますここは水野3人そしてファルコンって感じだねこれはいつ買いましたか覚えてる3年生それは自分で選びましたはいでレフトラインだってあれだベニフニだったねそうだベニフニ最初から柔らかかった最初ちょっと硬いでもまあキャッチボールとかできるかなみたいなポジションはどこですか？ショート。ショート。続いてファルコン。ファルコン来た。伝説のファルコンだよ。これはパパがもともと使ってた。結構ねファルコンはね昔からねあるグローブなんだよね歴史の。やっぱお父さんが使ってたから最初から柔らかかった。うん。ポジションはどこですか？セカンドです。セカンド。うわいい感じ味が出てる。ありがとうございます。ゲイ。はいセレクトナイン。うん。どれくらい使ってますか。2年生のゴールデンウィーク明けから使ってます。ゴールデンウィーク明け。2年ぐらいか。はい。それは自分で選びましたか。はい。
選んだ理由っていうのは、お父さんが黄色がかっこいいって言ったので、これが自分もいいなって思って買いました。やっぱ色がいい、色いいね。ポジションはピッチャーとキャッチャーで、キャッチャーやるときはキャッチャーミットって感じ。はい、ありがとう。キャプテンだね。はい、お、もう水野でも、あれだね、ワンピースウェーブだね。そうだね。これはどれくらい使ってますか？1年生の最後ら辺から使ってます。 おー、じゃあ結構使ってるね。それは自分で選びました。はい。お、選んだ理由っていうのは、黄色の色が好きなんで。あ、色推しだね。ポジションはどうですか？ピッチャーとキャッチャーやってます。おー、じゃあ2人がどっちかピッチャーやってキャッチャーやってみたいな感じか。はい、おー、なるほどね。ありがとうございます。今日の MVP 賞はこちら、こちらを見つから選んでいただきます。チャンネル登録はここから、おすすめの動画はこちらを見てね。